します。Good morning, everyone. Good morning. Okay, let's go.英語の授業が始まるのかと思いきや、タブレット端末を広げる児童たち。1、2、3、あと1個やな。なんか赤いブロックが破壊されてる。取り組んでいるのはマインクラフトというゲームです。マインクラフトは自由にブロックを配置し、建築を楽しんだり冒険したりする子どもたちに大人気の家庭でもできるゲームです。授業では児童たちがグループに分かれ、ゲームの中で京都の世界遺産を作ります。完成後には海外の子どもたちに対し、ゲームを通してその世界遺産の魅力を英語でプレゼンテーションするんです。授業を担当しているのは教諭になって15年目の松藤秀和先生です。僕はマインクラフトっていうゲームを全く知らなくて、なんか授業でやってみないかって言われたんだけどっていうふうに言われたら、子どもたちがうわーって盛り上がって、マイクラが学校でできるのすげーみたいなことになって、ゲームってこんなに子どもたちを魅了するんだ。授業ではただ楽しいだけではなく、何を学びにつなげられるか工夫したそうです。子どもたちに与えている情報っていつも足りない情報をあえて与えているんですね。なのでその足りない情報をどうしてもやっぱり子どもたちは埋めたくなるので、子どもたちがいろいろ展開していく。これでな、阿弥陀様の顔。児童たちはゲームの完成度を高めようと積極的に行動するようになりました。銀閣寺を制作中の児童は実際に現地を訪れたそうです。ちょうど社会でも習ったし、 ICT でも作るっていうことで行きたいなっていうことで、実際行ってみてで作った方が作りやすい。すごくなんか実際のものを見ると大きさとかも分かりやすく作れるし。ゲームを取り入れた事業を実践する松藤さん、実は2019年に教育界のノーベル賞とも言われるグローバルティーチャー賞のトップ10に世界の教育者3万人の中から選ばれたんです。当時行っていたマインクラフトを活用した英語の授業が高く評価されました。ゲームの可能性に気づいた松藤さんが今回開発に携わったのが桃太郎電鉄教育版です。桃太郎電鉄は日本各地の駅を巡りながら資産の多さを競うスゴロクのようなゲームです。では教育版の桃鉄、早速やっていきたいと思います。現在開発中の教育版を岩原アナが体験。この虫眼鏡って書いてるの何ですか？これがまさに教育版のオリジナル要素で、それをこう自由に動かしていただいて、その例えばビックリマークついてるところですね、はい、そこに重ねていただくと、なるほど、情報が、ね、通天閣明治45年1912年、64メートルという当時東洋一の高さを誇り、エッフェル塔と凱旋門を模して作られた。あ、そうなん、現在の通天閣は2代目。わ、これ勉強になるわ。教育版では教諭がゲームのプレイ時間を設定することができるほか、生徒の画面を一斉に停止することも可能です。開発にあたり担当者は、授業が押し付けとか義務感になっててはいけないので、遊んでいたらいつの間にか覚えて身についてたとか、あの時の楽しかった記憶が学ぶきっかけになったとかっていうのが少しでも増えるとありがたいなと思います。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネット10。